第39回衆議院議員総選挙。第39回衆議院議員総選挙。第39回衆議院議員総選挙は、1990年、平成2年2月18日に行われた、日本の衆議院議員総選挙である。野党は、前年の、第15回参議院議員通常選挙の再現のために、再び消費税導入の是非を争点にして、 選挙前から衆議院でも自民党を過半数未満にしようとしていて消費税を最大の焦点としてマスコミでも報道されていた。しかし実施1年を経て消費税導入事態へ反対する有権者が激減したため自民党は275議席という過半数どころか安定多数を大きく上階議席を獲得した。逆に社会党を除く公明、共産、 民社など野党は大きく議席を減少させた。参議院選挙から7ヶ月で、再び与党自民党を信任した衆議院選挙の結果を受けて、第二次山内閣が発足した。獲得議席275議席。獲得議席136議席。獲得議席45議席。獲得議席16議席。獲得議席14議席。 獲得議席、4議席、獲得議席、1議席、獲得議席、21議席、主要政党のほか、新利党、朝原昌光、上祐博ほか、地球維新党、大田竜、東郷健ほか、スポーツ平和党、細木休憩、緑の党、日本労働党、社会主義労働者党などのミニ政党も候補者を、要したが、いずれも落選した。 初当選者のうち参議院議員経験者にはの表示がある第118特別国会1989年4月の消費税導入後最初の総選挙であり当初自民党は前回の第38回総選挙での300議席の圧勝からの反動も重なって厳しい戦いになると予測されていた実際1989年7月の 第15回参議院議員通常選挙では当選者数で社会党を下回り参議院での過半数を大幅に割り込んで大敗北を期している。しかし1989年秋に一気に進んだ東ヨーロッパ諸国の民主化によりソビート連邦を中心とした東側社会主義陣営の崩壊が進んだことで自民党は この選挙の争点を体制選択と設定することになした。好調な経済、バブル景気を享受する国民の反響、保守的意識に訴えかけ、さらに参院選での惨敗や回復内閣の人気から有権者にもう十分だと思わせることにも成功。議席減を小幅に食い止め、追加公認を含めた議席数は286として、衆議院での単独過半数を維持した。 一方、社会党は、前年の参議院選挙での圧勝を受け、衆議院での与野党逆転と政権獲得を目指した。しかし、長期低落傾向で党の基礎体力が落ちていたため、新たな候補者選定作業は難航し、特に中選挙区制での過半数議席獲得では、絶対に必要な複数候補の立候補法人に、対しては現職議員からの抵抗が強かった。また、 立候補の勧誘でも、資金難のため落選した場合の生活保障ができず、断られることが多々あったという。土井は選挙協力した社公民と社民連合わせて、定数512に対し社会等で180人、公民、社民連の3等で120人、計300人の擁立を見込んでいた。しかし、公民学選を予想して、候補者を減らしたことも、相まって、公認候補は、 社会党149人、公民社民連3党で108人、計257人、系列の無所属は29人と過半数ギリギリに止まった。公認だけで338人、保守系無所属は109人に擁立した自民党との体力差は歴然していた。野党は全体的に候補を立てる能力が衰退していたと言える。 それでも社会党の当選者は1967年の第31回総選挙での140議席以来の議員数となったが、その半分は公明党、民社党などの他野党から奪った議席だった。残りの半分は自民独占区からの議席奪還が多かった。特に民社党は議席がほぼ半減の惨敗であった。公明党と民社党は社会党が 社交民路線と呼ばれる野党連立政権の相手と想定していたが、この選挙で社会党が独り勝ちしたことに反発し、社会党との連立政権協議を打ち切った。そして、自公民路線と呼ばれる保守、中道連携路線が定着していった。また、共産党は消費税への反対票が社会党に集中し、自民党による体制選択の争点化でダメージを受けたため、 議席数がほぼ半減した。ちなみに、この総選挙での社会党及び民社党からの初当選者には、およそ二十年後の民主党政権で入閣したものが多く含まれている。例としては、赤松博高、農水省、大畑昭弘、経産省、国交省、千国義人、官房長官、細川律夫、厚労省、松本龍、環境省など。なお この総選挙では、宗教団体のオウム真理教、現、アーレフが、真理党を結成し、教祖の朝原昌光、本名、松本智蔵や、真徒の女優ふみひろなど25人を立候補させたが、教託金没収の惨敗となった。特に朝原が出馬した東京都第四区では、開票に不正がないか確かめるため、信者3人に、 わざと本名の松本智頭で投票させた上で、開票時の立ち合い同期に票を確認させた。実際には発見するのは至難の号であるが、朝原は松本票を確認できなかったことを選挙不正であると懸念した野田成人著、革命か戦争か。これを機に教団が武力による権力掌握に方向転換、後の松本サリン事件や地下鉄、 サリン事件と一体一連のオウム事件へと繋がったと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。